前で構えた4番の吉田拓也は、さあ古性が一旦先に前を抑えていく、さらに上から小林大成が行って、やはり小林大成はこの決勝かけそうな感じ。諸橋が続いて、さあ古性が3番手の位置、その内側切り込むような格好で清水、あとは外からは山口、4番の吉田拓也が6番手で構えました。8番小林大成を逃がしてこのままか、いや、やはり来る。4番の吉田拓也が一気に巻き返しに打って出ました。小林大成がさあ先行勝負でありますが、一気にねじ伏せた。2番平原が続いて、それから7番の武藤、あとは9番の岩本が4番手、故障はどうか。山口健也がまくりを放ってまいりますが、まだ前は遠い。先頭はさあ4番の吉田の番手の位置から2番の平原が抜けます。2番の平原幸太です。3年ぶり9度目の G1 制覇。アンテナは2番の深谷と9番の浅井でつばぜり合い、後方からは1番の清水が上がっていきます。さあまずは3番の志田流星前を抑えて、東の4社は車を引きました。おっと、1番の清水の後ろ7番の稲川が追走する。地元5番の山田は内進路を取りまして上がっていきます。4番の根田の後ろ深谷の懐に潜り込んでいる。レースはいよいよ2センターから4コーナー最終周回めがけて、さあ1番の清水、そして3番の志田両者でもがき合う。外からは4番の根田隆、そして5番地元の山田秀明は1番の清水の後ろ取り切ってのドッキング。さらに7番の稲川翔が3番手、そして外からは2番の深谷、深谷が自力を繰り出して3コーナー番手のアウトコース、1番の清水を飲み込んでいく。4コーナーから直線コース、追走は8番の阿部、そして5番の山田切り替えるも外には6番大月、まずは2番深谷智広だ。9番古性優作が前からどういくのか、そして中段で少し車間を空けて8番の岩津、残り2周2番の松井光雄が上がってきました。これを見て前からは9番の古性優作ですけれども、出ていきました神奈川勢、2番の松井と5番の郡司ですけれども、今打掌を9番の古性が粘りました。飛びついた古性優作落車だった。3番車小倉隆二落車です。レースもつれまして記念競輪の五稜郭杯、残りはあと1周です。番手勝負になりました。9番の古性優作と5番の郡司康平もつれて、先行は2番の松井光雄です。さあ番手をさばいたのは9番の古性優作です。その後は4番の三谷、あとは5番の郡司もこらえている。8番岩津もまくってきていますが、2番手では9番の古性が回って、先頭は2番松井光雄、直線勝負。その松井をかわしていくか、9番の古性優作、古性先頭に変わってゴール。大阪の古性優作先頭でゴール。2番の窓場が上昇したんですが、1番の増木が車を外に出して窓場に対して抵抗しています。2周半を切るところです。その2周半で増木が突っ張りました。2番の窓場8番手に下げます。4番手も9番の森田が、さあ森田が赤番で仕掛けていく。森田の仕掛け、さあ1車上がったところ、しかし7番の小林が抵抗していく。増木は2周半からフルダッシュです。鐘を迎えています。増木がかけていく。その後ろは地元の2人、小林大成に佐々木勇樹、3番手その外側に9番の森田が厳しい戦いになった。3番の平原が今度は4番手からまくるところ、小林大成が縦へと踏んできた。佐々木を決めに行くのは3番の平原、最後の直線に入る。地元だ小林大成は完全 V。短期の2人は後方です。
中井大輔はどうしますか。中井は神奈川勢を前に出して現在3番手をキープした。松岡達弘5番手、おっと最後方を嫌って6番の大谷、大谷が内々潜り込んでどの位置までポジションを上げるか。残り2周を切った。2番佐々木です。4番の菅原、7番の中井大輔3番手、後ろからの仕掛けはどうだ。3番松岡、松岡行く、松岡行く、おっと7番の中井は内を行った、中井は内をすくっていった。鐘が鳴って3番車松岡達弘、8番車松川隆弘、7番の中井が飛びつく。中井大輔は熊本勢分断を狙っていきます。最終ホームを通過。3番松岡、2番手はどうだ。外8番の松川守り切ってまくってくるのは6番車の大江隆弘か。さらには切り替えていく1番の本須田優で最終バックから3コーナー。3番松岡、8番の松川、まくる6番の大江、切り替えて1番車本須田、本須田が中をついてくる。直線コース、松岡達弘追い込んで6番車大谷か。こちらも後継杯3日間2着、福島酒井の後ろには7番の桜井、南東北勢も上がってきましたが前突っ張りました。4番の大川武史、一旦並んだ関東で下げました。5番の菊池武人です。そして短期で中段の位置5番手を回って2番は阿部正弘、3番酒井優太がいて今打勝です。ミリオンナイトカップの決勝戦もう全開で踏んでいます。4番の大川武史です。その番手を回っていくのが9番の坂本隆、最終周回3番手が1番の菊池継承、流れが激しくなっていますが前4人、その後ろからは2番の阿部が追っていまして、後ろからはどうでしょう、2番の阿部正弘がまくってくる、追って3番は酒井優太、さあ番手から発進は9番の坂本ですけれども、さあ超えてくるか、2番の阿部が迫ってくるが1番の菊池継承もこう回って9番坂本隆、2番は阿部正弘、追って3番坂井優太、直線コース、最後は捉え切った2番の阿部正弘、優勝です。大分阿部正弘が制しました。青番周回2センターから4コーナーに向かいます。初手から4番手が並走となりました。柳原と止めで並んでいます。前は6番車の山原変わらず、そして2番手に4番の吉村がいます。いよいよ打勝の周回に入りました。3番手には5番の大崎がいて、この後ろ1番の止めと3番の柳原が終始並走しています。人気は止め、そして奥井で分け合って、あとは5番の大崎も上位人気に支持されています。この決勝戦です。鐘が入りました。スローペース、4番手並走、2番の奥井の後ろには初手から石井がマークに入って、さあ奥井がここは6番手、ここから仕掛けてまいりました2番車の奥井。さあ奥井が最終ホーム、一気にかましてくる決勝戦。ただ前では6番車の山原もペース上げてくる、もがき合い、外を通ってここで2番の奥井、奥井が先頭に変わりました。さあ2番手3車並走なんですが、抜け出したのは7番車の石井です。あとは縦に踏んでいって5番車の尾崎、尾崎まくり上げていって現在3番手付近まで上がってまいりました。逃げ粘っていくのが2番車の奥井、そして追走7番車の石井、3番手縦に踏んでいったのは5番の尾崎で4コーナーから直線コース、2番手からは7番の石井、石井最後は抜け出したか、内は2番の奥井踏み。体型縦一列、青番周回3コーナーから4コーナーです。神奈川勢3番の郡司自ら前を取りました。後ろを振り返った3番の郡司、中段に2番の新山がいて、そして5番の脇本は7番手。さあ残り800、誘導を下ろして後ろから5番の脇本がいった。脇本上がっていくんですが、前では3番車の郡司、やはりここは神奈川勢先行策、迷いがありません。3番の郡司が決勝戦風を切る、そして5番車の脇本も上がっていくんですが、現在は中段の外で、その内には2番車の新山がいます。さあここで5番車の脇本外に浮いて、
苦しくなりました。風を切る3番車の軍地、襲いかかる2番車の新山、さあそして2番手牽制を見せつつ、ここで9番車の機体が縦に踏んでまいりまして、番手まくり続いていくのが8番車の和田まくる、あとは3番手4番の小林、7番車の故障が現在は4番手、そこからサイド踏めるかどうか。4コーナーを回ってくる、先頭は9番車の機体先頭で踏ん張ったか。12レース決4番伊藤を警戒する、赤番前から6番手4番の伊藤を踏み込んでいく、3番の新山が突っ張りかかる、打掌の周回です。九州勢とそして東北勢、西区の先行争いは4番の伊藤壮は前に出る、そして2番の金が、7番の山崎健人、9番の森田は終始ここを追走する、松浦は8番手です。3番新山叩かれて車間が1車身空いて、5番手5番姿8番の阿部、さらに1車身空いて1番の松浦、6番の田尾が9番手です。2番車の金が態度、これは伊藤壮は男気先行移動っていけるか。そしてもう最終2コール、松浦の8番手まくり、合わせて2番手から金が態度、さらに4番手から9番の森田まくっていく、神奈川の番手まくり、上から9番の森田がまくっていた、9番森田のまくり、松浦はさばかれました。切り替えた7番山崎健人、4国勢の落車があった、9番の森田優也、7番山崎健人が抜き出して、7番9番6番2番で入釈ですが、アクシデントがございました。最終周回4コーナー入り口、5番リプレイです。9番の森田が短距離まくって、ここに乗り換えて放送入ります。お知らせします。ただいまのレースは審議いたします。放送がございました。ただいまの決勝戦審議を行います。スーパースローをご覧いただいています。車番順でゴール通過は7番の山崎健人、9番森田優也、6番田尾俊介、2番神奈川大人、7番9番6番2番でゴール上位入釈果たしておりますが、ただいま審議を行っております。正式な審判からの決定放送がありますまで今しばらくお待ちください。最終12レース決勝戦、実況でお伝えいたしました。周回版残り2周回、赤番800を通過、前7番車小林大成、2番手5番の酒井、関東勢前から行きます。3番手は1番の吉田、8番吉沢、6番の芦沢です。9番森沢が中段にいまして、4番車松本7番手になっています。空いた8番手から3番脇本に、最後方から山口健也、脇本は8番手、関東が逃げる、7番車小林が行って、早くも番手まくりは5番の酒井を、3番手1番車吉田拓也、あっと3番車脇本は振られた、そして2番車の山口健也が自力でまくって現在中段、5番の酒井が先頭、そして2番手1番車の吉田、9番の森沢太が3番手、今度は後位から出ます。1番車白いユニフォーム、1番の吉田拓也、続いた9番の森沢か2番の山口健也か、